いつきが好きなんて気づかないままがよかった。今の、本当？おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンド、いかがですか？幼馴染のままでいられれば、どれだけよかっただろう。ただの、幼馴染のままだったら、俺は、あいつのそばで、ずっと笑って過ごせたのに。おはよう、レン。こいつはイツキ。おはよう。イツキと俺は家が近所の幼馴染というやつで、幼稚園から高校までずっと一緒だ。相変わらず朝から元気だな、イツキは。そういうお前は相変わらず朝は元気ないな。俺がイツキへの特別な気持ちに気づいたのは最近のことだ。でもこの気持ちをイツキに打ち明けることはないだろう。さらに憂鬱なことに、ああ今日も来るんだろうな。あ、いつの間にかいつきと妙に親しげに接してくるようになったこの女の子、いかにも男にモテそうで、いつきとお似合いの可愛らしい子だ。そうだよね。一言聞けば済むことだ。その子は一体誰なんだと。もしも彼女だよと言われたらどうしよう。それを知って隣で一緒に歩くなんて俺にはできない。二人を見るのも辛くなるから、いつきのあんな笑顔、10年来の幼馴染の俺にしか見せないと思っていたのに。その話は今ここで言わないでよ。恥ずかしいだろ。二人の近い距離に胸が痛んだ。あんな顔、俺にだって向けたことないくせに。ごめん、俺先行くから。先に行くって、どうしたの急に。別にいいだろ。いつきはゆっくりその子と来れば。え？おい、レン！八つ当たりしてしまった。俺は男だから、いつきの彼女になるなんてできない。変えられない事実を嘆いたって仕方ないのに、自分に嫌気がさす。一人になりたくて、学校の屋上まで一気に駆け上がった。本当、バカだよな、俺。いつきに俺の気持ちを伝えたら、きっといつきは軽蔑して、今の俺たちの関係は崩れてしまうだろう。ただの男友達でいられたらどんなに楽だったか。こんな気持ちになるならいっそ、いつきが好きなんて気づかないままがよかった。今の本当？あ、お前どうしてここに。いとこのゆうちゃんのこと、他の友達と登校するからって別れたよ。それよりも今言ってたことって。ごめんあ、ほんと、かわいいやつ。